皆さんご参加いただきましてありがとうございます。今日本当絶好の無重力ビエールという感じがしますけども、すごい、皆さんの、普段行うおかげか、僕のおかげかなんですけども、天気も良くですね、非常に、爽やかな日なので無重力、楽しんでいただけると思います。怪我しないように、あとは十分楽しんでいただけると思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうしましたら、はい、じゃあ右京さんから5号を回っていきましょうか。はい、はい、カメラ入るんでしょ、はい、意識していただいてもいいですか。意識していただいてカメラ目線で自己紹介を、はい、お願いいたします。あ、座っていただいて、あ、そうですね。やりやすい皆さん、はじめまして、フジコン株式会社の大島右京と申します。私は会社ではですね、雨男で有名なんですが、晴れまして、本当に晴れ男、晴れ女の皆様のおかげです。本当にありがとうございます。それはさておきまして、仕事はですね、この端子板という電子部品のメーカーをですね、53年やっております。で、今日参加した目的はですね、この端子板というもの、これを宇宙で使えるようにということで、宇宙端子の開発しようと。それにあたって、実際にこの宇宙の無重力状態がどういうものなのかというのを体験することが一つと、あともう一つありまして、会社でいろいろ健康経営とかですね、マナー向上とか取り組んでいまして、そういったところでこのテニスラケットを素振りしてみるとかですね、あとはボクシングをですね、ちょっとシャドーボクシングとか、殴り合いをやってみるとかですね、あともう一つは、なんだっけ、もう一つはですね、何でしたっけ、テニスとテニスと、あとは楽器もですね、中国の弦楽器2個、これちょっと長年やったところがありまして、弦楽器が無重力状態どうなるのかとこういうこと、あと最後にですね、もう一つあるんですけど、これ以上何でしたっけ、あ、靴磨きですね、靴磨き、この車内で靴磨きやっちゃうんですよね。無重力状態で靴磨きってどうなっちゃうのかなというのをちょっと検証してみたいなと思って参加しました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ鉄夫さんお願いします。はい、鉄夫です。ですね、まあ、渋谷から来ました、東京渋谷から来ました。で、映像の方をやっていて、あとまあ実験的なカフェバーやったりとか、まあ、いろんなことをしてます。で、今回は、まあ、自分自身がというよりは、まあ、山崎さんと話をして、水中ドローンを、まあ、持ってきて、それがまあ無重力の状態で、普通のドローンだと、G と反対に、なんていうんですかね、まあ、浮力でバーって上がっちゃうと思うんですけど、そうじゃなくて、水中のドローンが 0G の状態でどう進むのかみたいなのをちょっと実験を、まあ、しようというふうな形で、今日持ってきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。神山豊です。よろしくお願いします。会社は富士コン株式会社。というわけで、先ほど、弊社の社長の大島の方から同じ会社で、私技術部で、夜開発設計を担当しております。まあ、今回、無重力体験、するにいうことにつきまして、まあ、今期から新しくですね、宇宙開発事業部を、立ち上げまして、新製品を、ね、開発するにあたって、やはり無重力状態というのはどういう状態かですね、まあ、作業する方というのはどういう状態でおられるかというのをですね、ぜひ体験して、持って帰ってですね、まあ、いい、製品をですね、開発できようと思いまして、今日はですね、大好きなお酒もですね、昨日お届けを控えて、重要です。よろしくお願いします。映像を撮りたいと思います。あとは宇宙大好きで絶対行きたいのでその第一歩かなって思ってます。よろしくお願いします。上原姫香です。普段は都内の大学で経営を学んでいます。さっき話を聞いた時に、なんか水を飲むのがなんかちょっと楽しみだなと思います。よろしくお願いします。東京の新宿から来ました上原真子です。何
内科医をしていて看取りの仕事をしていたので、生きているうちに自分の想定外の体験からどんな言葉が私の口から出てくるのか私の体で実験をしたいと思います。よろしくお願いします。南の太平洋側にちょうど幅があったんですけど、本日は前線が下がりまして、ちょうどこの役場が、広がってきておりますので、朝から雨のない状況になっております。あと、この時期ですけど、1万5000フィートから3万1000フィートからの、条件のレポートを選んで実施します。航空機の飛ぶ時ですけど、170から360から、本速にしてマッハ 0.85 が入っています。髪の毛取れたじゃん。よかった。あ、すみません。
端子板の接続の実験をしています。出血端子板。出血。はい、はい、初めての共同作業。はい、共同結成作業。はい、はい。
接続実験やってみます。よっしゃ。はい、こちらです。はい、もう一丁。
とこっちでね。はいはい。お疲れ様でした。